アロハー YouTube。 愛知県でジクラス専門店マルゲンの店長やっているジクラス YouTuber のレジちゃんです。はい、レジチャンネルではですね、ジクラスの情報を日々配信しております。今ジクラスに乗られている方や、これからジクラスに乗ろうと検討されている方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、で、今日の動画なんですけれども、今日のはですね、番組最後にですね、いよいよお待ちかねのですね、プレゼント企画第3弾のですね、抽選の方を行っていきますので、はい、ぜひですね、応募された方は最後までご視聴していただけたらと、思います。はい、で、今日の動画なんですけれども、今日はですね、Gクラスに乗ると安全運転になる説っていうのをですね、ちょっと話していこうと思いますので、早速行ってみましょう。はい、ということでですね、今日の動画なんですけれども、まあ、Gクラスに乗ると安全運転になる説っていうことで、はい、ちょっと話していこうと思います。まあ、今ですね、まだ G クラス乗られてなくて、これから G クラスに乗ろうと思っている方は、あ、そうなの?っていうふうに、ちょっと聞いてもらいたいなと思いますし、逆にですね、今 G クラス乗られている方、ぜひですね、コメントいただきたいです。あ、わかるわかるなのか、いや、そんなことないようなのか、はい、そういった感じでですね、ちょっとぜひ皆さんのですね、ご意見いただきたいなと思うんですけれども、まあ実際ですね、僕が、Gクラス乗って、やっぱこれすごい感じました。Gクラス乗ると結構安全運転になるなっていうのをすごい感じたんですけど、まあその理由といってはあれなんですけど、まあ、職業柄ですね、やっぱりいろんなメーカーのいろんな車結構乗ることがあります。はい。で、まあ、例えば、アウディとか、まあ、BM とかですね、まあ、セダンタイプっていうか、まあ、乗用車の方ですね、とか乗ると、結構ですね、そんなアクセル踏み込んでなくても、気づくと結構スピードが、あ、出ちゃってるなっていうことが結構あるんですよね。で、あ、いかんと思って、ちょっとスピード緩めるとか、そういう感じなんですけれども、はたやですね、Gクラスに乗ると、結構、例えば一般道で60キロ制限のところで、50キロぐらいで走ってたりとか、例えばまあ高速なんかもそうですけど、大体僕80から90キロぐらいでずっと左車線を走ってるんですよ。まあ、その追い越す時は右車線出ますけど、そうじゃない時って基本左車線でずっと走ってるんで、で、まあ、なんでかなってちょっと考えたんですけれども、やっぱりその G クラスっていうのが、まあ、車重がどうしてもやっぱ重たい車なので、で、なんて言うんですかね、こうアクセル踏んでこう加速するときに、こうやっぱスピード出てくると結構この車体が揺れるというかですね、まあその横揺れとかそういう感じでやっぱ風の抵抗をやっぱ受けるんで、まあそういったとこからそんな多分スピード出さずに乗ってる感じなかな。もう本当この辺っていうのが無意識な部分なので、Gクラスだと、あ、思ったより全然スピード出てなかったっていうことが結構あったりとか、そうですね。で、逆にそう、Gクラス以外の車だと、あ、逆にこんだけスピード出ちゃってたとか、そういうのをすごい感じるんで、はい。まあ、Gクラスですね、に乗ると、その安全運転になる説っていうのは、結構僕の中で、あるんじゃないかなっていうふうに、感じております。はい。まあそんな感じでですね。はい。今 G クラス乗られている方は、ぜひ、コメントでですね、いただければと、思います。はい。で、今日の、本題に移っていこうと思うんですけれども、今日はですね、プレゼント企画第3弾の、いよいよ抽選ということで、はい。早速ですね、抽選の方を行っていきたいと思います。
はい。では、準備の方ですね、していこうと思いますので、そのまま、番組は変えずに、はい、よろしくお願いします。はい。それではいよいよですね、ここからは、プレゼント企画の、第3弾のですね、これから抽選の方を行っていきたいと思います。はい。今回はですね、総応募数45名の方からご応募していただきました。こちらのですね、メルセデス・ベンツ G500 の、ミニカーですね。今回お色が、ヒヤシンスレッドということで、はい。おしゃれなボディカラーのこのミニカーですね。はい。どなたが当たるのかというところですね。はい。では、早速準備の方取り掛かっていきますので、はい。行ってみましょう。はい。はい。ではですね、この、抽選券にですね、皆さん応募してくださった時に教えていただきましたペンネームの方ですね、はい、書いていこうと思います。はい、これはですね、応募してくださった順に、書いていきますので、はい、もうここからはですね、ちょっと僕が黙々と書いていきますんで、はいはい、ゲレンデ買いましたさんですね、買ったんですね、はい、ゲレンデ買いましたさん、今回初めてかな、はい、イッシーさんですね、はい、応募してくださった方、はい、自分の名前まだかな、どうかなとちょっと見ながらですね、はい、見ててもらえればと思います。はい、カズ G550 さん、またぜひ遊びに来てください。はい、はい、時尾さん、ありがとうございます。はい、リーナパパさんですね、はい、陣さん、いつもありがとうございます。シャレたペンネームですね、はい、これいつも当たったらなんて読もうか、ちょっといつも、はい、ちょっと考えてるんですよ、実は。はい、はい、マサさん、ありがとうございます。ダシャさんですね、はい、和也さん、ありがとうございます。はい、みやびさんですね、カレーライスマンさん、いつもありがとうございます。カレーがお好きですかね、はい、すいません、くだらないことを言ってしまって、はい、じゅんべいさんですね、はい、いつも応募してくださってますね、ありがとうございます。はい、初ゲレンデさんもいつも応募してくださってますね、はい、アリさん、ありがとうございます。このリョジチャンネルでですね、女性の方が、女性の視聴者さんも、大半男性の方ですけどね、女性の方も見てくださってありがとうございます。はい。水彦さん。はい。今回ちょっとペンネーム変えましたね。はい。ありがとうございます。はい。せいちゃん。ありがとうございます。こうやって、書いてるとですね、やっぱりいろんなペンネームがあって、はい、 KJ さん、いつもありがとうございます。はい、これ書いてるとですね、結構面白いですよ。はい、このペンネームいいですね。いつかは G クラス、はい、ぜひいつかは乗ってください、 G クラス。はい、はい、としちゃんさん、ありがとうございます。
海ちゃんですかね、海ちゃんですかね、これは。はい、リカチャンネルこの絵さん YouTube されてる方ですかね。はい、またよかったら見てみますね。ヒロキングさん、ありがとうございます。はい、ヨシキさん、ありがとうございます。はい、カタカナの陽介さん、出てきましたよ。はい、今回、もうバッチシ応募できてますんで。はい、ありがとうございます。TK さん、はい、ありがとうございます。及川さんですね、はい、ゲレ友でいつもお世話になってます。はい、希望さん、はい、ありがとうございます。はい、ケイケイさんですね、はい、ありがとうございます。着々と抽選券が増えてきております。はい、のぞみさん、ありがとうございます。はい、キキさん、ありがとうございます。ところで、ちょっと僕字が結構下手くそって言われるんですけど、読めますかね、すいません。はい、リュウイチさん、はい、ありがとうございます。 SKR さんですね、はい、ありがとうございます。エンペンカンさん、変わったペンネームですね。はい、こういうのいいですね。はい、しきたけさん、はい、ありがとうございます。はい、すみれさん、いつもありがとうございます。今回はびっくりマークが入ってますね。はい、モピカチュウさん、はい、いつもありがとうございます。はい、シーちゃんさんですね、はい、じっちゃんさんですね。こうやって書いてると意外とペンネームって被らないですね、やっぱり。はい、はい、クロさんですね、ありがとうございます。今度はひらがなの陽介さんですよ。はい、いつもありがとうございます。ホッシーさんですね、はい、今回多分初めてかな、応募してくださってありがとうございます。はい、最後の方ですね、綿谷さん、はい、綿谷さんも初めて多分ご応募いただいたかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは、皆さんのですね、はい、45名分のこちらの抽選券を書き終えましたので、あとはこれを折ってですね、はい、頑張っていきますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、それではですね、先ほど、記入させていただきました皆さんの、応募してくださった皆さんのですね、こちら書いてあるこの抽選券、はい、今回が一番多い45名の方ですね。はい、結構なボリュームの束となっております。はい、それではですね、今回も、これまで同様ですね、こちらの抽選箱に、入れて僕が引き当てるという、はい、そういった抽選方法で行っていきますので、はい、いよいよ抽選入っていきますんで、お待ちかねです。はい、お待たせしました。ではやっていきます。はい、では抽選箱にですね、はい、この皆さん書いてくださりました、書いてくださりましたじゃないですね、皆さん応募してくださいました、この、はい、抽選券をこの抽選箱に、はい、投入します。はい、ではいきます。はい、今回が第3弾ラストですね、この G500 の
ミニカー当たる方は、はい、どなたか。ではこの方に決めました。この方いきます。カレーライスマンさん、おめでとうございます。はい、カレーライスマンさん、カレーがお好きなんでしょうか。きっとそうだと信じてます。はい、カレーライスマンさん、おめでとうございます。今回こちらのですね、はい、ミニカーの方、送らせていただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、あとですね、こちらの、オリジナルマスクの方も、白と黒、はい、送らせていただきますので、はい、楽しみにしていてください。はい、おめでとうございます。はい、ということでですね、はい、このリョジチャンネル、チャンネル登録者数1000人達成記念ということでですね、第1弾から行ってきました、このプレゼント企画、今回が、まあ、最後の第3弾ということでですね、はい、完結ということでですね、今回も無事に、このプレゼント企画の方、実施することが、できたのは本当ですね、まあ、この普段、リョジチャンネル見てくださってる視聴者さんの、おかげで、だと思います。今回もこんだけですね、たくさんの方からご応募していただきまして、本当にありがとうございました。はい。まあ、残念ながらですね、今回、当選されなかった皆様、本当に申し訳ないです。またですね、毎月25日は、リョジチャンネルプレゼント企画の日ということで、これは、引き続き継続していきますので、また今月もですね、行っていきますので、ぜひ、ちょっとめげずに、応募の方してくださいますよう、よろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画は以上です。はい、今日もご視聴ありがとうございました。それでは、マハロー。